皆さんこんにちは、青木です。今日も最初に暗号通貨ニュースを読んで、その後にチャート分析の方、ビットコイン、リップル、シンボル、IOST、最後にビットダウの5通貨を見ていきたいと思います。暗号通貨ニュースは、柴犬コインの先日の下落についての記事があるので取り上げていきたいと思います。記事を読んでいくと、クジラが40兆の柴犬コイン、その時点での価格で約28億ドル、日本円で3200億円相当を移動させたことで憶測が広がり、先日柴犬コインは大きく値を下げたという記事ですね。柴犬コインは4日、コインベースとトレーディングビューのデータによると 15% 以上下落、前日3日も 22% 下落、1日の下落としては 87.6% の下落となった9月10日以来の大きな下落となる。この柴犬コインの移動に関してクジラの動機は不明だが、クジラは柴犬コインを4つのアドレスに移しており、まだ売りに出している兆候はないとのこと。ただこの柴犬コインを移動させたことでマーケットは強く反応し、暗号資産取引所に移される柴犬コインが急増し、価格は下落。サンチメントのマーケットアナリストの、D のイビスベゴビック氏は、柴犬コインの売りが増えているようだとコメントを残し、同氏によると、この24時間で取引所に移された柴犬コインは、取引所から出ていく柴犬コインを約1兆3600億上回ったとし、また柴犬コインの預け入れアドレス数は3日1641アドレスに達し、11月1日から 142% も増加。続けてサンチメントによると、預け入れアドレスの急増は流動性が鈍り、短期的な売り圧力の上昇につながる可能性があり、柴犬コインの取引アドレス数は10月28日の約10万7000件をピークに 66.1% 減少しているという。この下落の要因は、今話したクジラの動きを警戒しての動きと、先日アメリカの取引所クラーケンが1日いいねが2000を超えたら柴犬コインを上昇するとツイートし、数万のいいねが集まったにもかかわらず柴犬コインが上場されていないことが、まあ、要因とも言われているようです。柴犬コインはかなり上昇したので、憶測だけでも、まあ、サポートを割ったり回帰したりするので、短期長期で持つか決めておく方がいいのかなと思います。はい、すみません、少し宣伝させてください。現在バイビットさんの方で11月18日まで入金ボーナスキャンペーンを行っています。最大1000テザーのボーナス付与となっています。例えば10万円相当の入金で3000テザーのボーナスが付与されます。その他にも入金特典トラッカーというものがあり、初回入金いただいた方全員に10テザーのクーポンが付与されます。さらに11月25日午後7時までに最低取引高の10万ドルをクリアすると、特別抽選会にご参加いただくことが可能になるようです。で、あと11月8日から12月8日まで手数料なしで国内銀行振込で入金ができるようになっています。テザーと JPY を選べば eCheck というサービスプロバイダーが出てくるので、そこの画面から手続きしてみてください。詳しい詳細は動画説明欄のリンクに貼っておくので、気になる方は見てみてください。はい、それではチャート分析の方していきたいと思います。はい、ビットコインから見ていきたいと思います。ビットコイン冷やし、上昇トレンドライン割れてませんね。昨日も話した内容にはなるんですが、この濃いマーカーピンクの上限を実体で日足で確定すれば、ショートの決済も巻き込んでの上昇と、おそらくは市場も逆三尊形成を意識して買いに走りやすいとは思いますね。今本当に写し鏡みたいな綺麗なレンジで、下深掘るけど上昇して、でまた上髭つけて、本当にブレないレンジ相場ですね。なのでこの動きだけで上下判断はできません。この下の 59,650 ドルを日足で割ってきたら逆三尊否定で強い下落にはなりうるので、そこは警戒しておくといいと思います。
週足でも5万9000ドルを割るとダブルトップの目線も生まれてくる可能性が出てくるので、そこは注意ですね。ここ割れると5万3000ドル付近まで落ちる可能性は比較的高いかなと思います。月足、今の高値は月足の小回しを上抜けての推移で、その小回し高値5万9592ドルがサポートラインとして強く機能してくる箇所にもなるので、個人的には再びこの小回しの中に落ちる可能性は低いとは思いますけどね。4時間足、ボトム安値も切り上げてしっかり上昇トレンドにも支えられているので、次リップル、リップル週足から見ていきます。かなり際どいラインまで戻してきてはいるんですが、ギリギリ週足ペナント上限をサポートにしている状態ですね。個人的には強いレジスタンスラインだったので、そう簡単にはこのサポートは割れてこないと信じてます。こう見るとまだまだ高値圏での推移になるので、マクロで見ると上昇優位だと思います。あと先週これだけでかい小回し陰線形成して、この小回しの中でレンジ期間を匂わす動きをしたにもかかわらず、すぐ高値ブレイク、かつ週足レベルだとまだこの小回しのバネを抜かすと下髭ですね、安値更新はしてないので、個人的にはすぐ下落するようなチャートには見えないです。月足だと実態終わり値は7月から切り上げて上昇優位な相場ではあるので、日足レベルだとヒヤッとする場面はありますが、まあ現物ならガチオでいいと思います。 FX してる私とかはレバレッジ低くしてトレードすれば 1.08 あたりまでがこの乖離して戻り限界だとは思います。フラッシュクラッシュとかを考えるとキリがないので、テクニカル的にはロスカットは大事なんですが、まあ楽観的には なるんですけど、そうそう焼かれる可能性は低いのかなと考えてます。自分が今ロング入ってる相場を上げて欲しいから言ってるわけではないので、まあ大きな時間軸だとまだ上昇優位な相場だと思いますね。次シンボル、週足は変わらず高値更新してるんですが、上昇圧力は鈍ってきた感じには見えますね。シンボルの場合は歴史が浅いのとレジスタンスとなる場所がなく、今も真空地帯で推移している状態にはなっているので、下落シグナルは週足レベルのマクロで安値更新してからがいいかもしれません。日足だと上昇トレンドには乗ってて前日の安値更新はしてますね。ただこの上昇トレンドの過程で前日の安値を割れての上昇過程になってるので、それほど気にする必要はないと考えてます。この上昇トレンドを明確に日足で割ってきたら、まあ大きな調整は起きてもおかしくはないとは思いますね。そうなった場合、まあ、多分30円台前半付近まではありそうですね。でまだ買えてない人とかはそこまで下げてきたら買いに行っても間違いじゃないとは思います。今若干日足で上値にヒゲがたくさんついてて、上値の重さをチャートには出しているので、ここをブレイクできれば大きな上昇で、下がれば買い増しチャンスと見て行動していけばいいかなとは思います。この上昇プロセスを見ると、昨日ビットコインとかイーサリアムとか他の主要アルトコインが下げた影響でシンボルも影響を受けてこの陰線がついたとは思うんですが、それでも上昇トレンドを割らずに済んだってことは買い圧力があるっていう証拠にはなるとは思いますけどね。今の価格帯で買うか迷ってる人は上昇予兆としてこの上髭部分を実体陽線で塗り替えてくることがあれば、強い上昇シグナルとして今の価格帯でも買い増ししていってもいいとは思いますね。次 IOST、
IOST 冷やし、昨日、上昇ウェッジ割れてないですね。ちょうどウェッジ加減で下ヒゲでタッチ、まあでかい陰線なのでまだ油断はできないんですが、このウェッジ加減が意識されていたことは間違いないと思います。内容は昨日とほとんど被るのであまり言うことはないんですが、個人的にはここは割れないとは思っています。ここ割れると逆三尊否定になるので、また長いレンジ5円ジャストあたりを加減に、上限を 5.5 円にしての長いレンジ期間になるかと思います。ここ割れるとですね、4時間足、昨日の下落が何なのか、雇用統計回復の影響かはわからないんですが、私の見てる通貨はほとんどサポートラインで下げ止まりを、まだ分かりませんが、とりあえずは一旦の下げ止まりは見せているので、どう動くかは迷うとは思うんですが、主要アルトとか自分が伸びていくと思う通貨は、昨日の柴犬のように下げたら一旦の押し目で試し買い。昨日私はまだ買わない方がいいとは言ったんですが、押し目を狙って試し買いならありだとは思います。まあ、確実な見分け方はありませんので。4時間足のこの IOST の下げ方は、日足で見ても高値からの駒足で、迷ってからの陰線、その陰線安値が駒足安値をわずかですが割ってないので、迷いながらの下落にはなってきてて、サポートラインとしてこの上昇ウェッジ加減は守られやすいサポートラインだとは思います。最後ビットダウ、ビットダウ冷やし、ビットダウも買うなら試し買いで、分散させてが、まあ、前提にはなるんですが、 2.50 このマーカーのところで一旦の買い場にはなると思います。直近高値をサポートにして、昨日が長い下ヒゲつけてるの で、あとこの2つの大陽線つけた後の昨日の下がり方、下ヒゲつけて今今日の冷やし陰線が昨日とほとんど同じ位置になっているので、ダブルトップもそんな機能してくるようには見えないですね。ダブルトップが機能するにしても、この安値でレンジ組んでから予兆を出してからの次のサポートまで下げるとかのパターンが個人的には一番あり得るパターンかなとは思います。4時間足の下げ方も、上げるときは迷うことなく陽線連続の終わり値更新してるのに対し、これ見てみると下げ方が弱いですよね。小回し陽線出したり迷いながら下げてる相場には見えますね。個人的には 2.5 で試し買いはありな相場には見えます。上昇予兆として捉えるプライスアクションは逆三尊形成で、直近のサポートを下ヒゲで割れてからのそれが騙しになってのネックラインをサポートにして、右肩を作っての上昇パターンが可能性としては高いと思います。日足4時間足ともにここでレンジを組むにしても、そのパターンでの上昇は可能性としてはあり得るかなと思います。まあ下げ方も弱いので。以上、ご視聴ありがとうございました。青木でした。今回私がチャート分析したほとんどの暗号通貨はバイナンスで取引することができます。バイナンスは多くの暗号通貨のエアドロップにも対応しており、信頼できる取引所です。動画説明欄のリンク経由からの解説で、取引手数料永年 10% キックバックされます。国内取引所のビットポイントでは、国内唯一トロンとエーダの取引をすることができます。2023年6月10日までスナップショットを行う予定であり、100枚以上のトロンを保有することで NFT トークンが毎月付与されます。レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方は、バイビットかディープコイン取引所がおすすめです。ディープコイン取引所ではディープコインの取引をすることができます。この2つの取引所は追い証がないので、トレード資金以上の損失を出すことはありません。世界初のクワントスアップ機能、
プロトレーダーに FX 取引を任せるワンタッチコピートレード機能があるビットゲット取引所もおすすめです。動画説明欄のリンクからの解説でボーナス5ドル付与、手数料 10% オフ、初回入金 5% 還元、最大50ドル還元が受けられます。オーバービット取引所では毎日ログインボーナスでビットコインかティアポイントが付与されます。1000ポイントのティアポイントでテザーかビットコインがもらえます。動画説明欄にリンクが貼ってあるので気になる方は登録してみてください。 Twitter と公式 LINE の方でもリアルタイムでチャートのことをつぶやいたりしているのでフォローお願いします。